あらわわわわわ。葵、何してるん？あ、お姉ちゃん、映画見てたの。お、第9地区やな。これおもろいよな。でも、自分もこうなったらって思うと怖いよ。別に、ホラーでも何でもない SF 映画なんやけどな。宇宙人にさらわれたりしたらどうしよう。いらん心配やと思うけど、葵は心配性やな。ホラー映画でも、お化けに食べられちゃったらどうしよう。人を食べるお化けって、実は斬新な気がするで。でも、エイリアンやお化けに怯えるあなたに朗報。お？琴ノ葉保険から、新しい保険が新登場。うおお。掛け捨てじゃなくて、一生涯あなたをお守りするから、もう安心。ファンタスティック。琴ノ葉保険から、エイリアン&ゴースト保険新登場。あなたの生活に、本当の安心を。さあ、今すぐお電話を。これは今すぐ電話しないと。は、今のは一体？まあ、ただの冗談や。え、じゃあそんな保険ないの？いや、あるで。マジで。というわけで、今回は世界のヘンテコな保険を紹介していくで。レッツインシュランス。というわけで、ヘンテコな保険を3つ紹介していくで。よろしくお願いいたします。ところで保険って何？そこからかよ。仕方ない説明していくで。オナシャース。保険は、偶然に発生する事故によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭を給付するための制度や、悪意を感じる字幕。この説明では事故に限定しているけど、病気の保険ももちろんあるわな。癌保険とかね。そうそう。では、一つ目の保険、エイリアン保険や。本当にあるの？うむ、イギリスの保険会社 GRIP が発売した保険や。具体的な内容としては、宇宙人に誘拐されたり食べられたり妊娠してしまったりしたら、支払いが発生する保険や。妊娠？これは、映画エイリアンシリーズ見たく、卵を産みつけられたりした時のためやないかな。なるほど。掛け金が、150ドルに対して、支払い金が100万ドルと、保証が手厚いことからも話題となり、3万人くらいが、この保険に加入していたそうや。けど、実際どうやって誘拐されたことを証明すればいいんですかね？さあの、でも、実際に誘拐されて保険金が降りたケースもあったそうやで。え、宇宙人が友達だったら保険金もらい放題だね。そういうこと考えたらいけません。まあ、この保険はカルト教団による集団自殺が原因で終わったそうやけどな。うわ、次行こ次。二つ目は幽霊保険。まあ、これも似たような感じなのかな。せやな、同じく、イギリスの GRIP という保険会社が提供している保険や。保証内容も、さっきと同じようなもんみたいやで。でも、これも証明が難しいね。せやな、貞子相手でも難しい気がする。あ、でもさ。何や？貞子相手なら、生命保険でいいんじゃないかな。ああ、言われてみれば確かに。死ぬの確定してるし、ビデオ見てから保険入っても間に合いそう。なんか珍しくまともなこと言ってる気がするな。まあ保険会社もいろいろと新商品作って裏な儲けられませんということなんやるけどな。世知辛いね。せやな。三つ目はこれや、笑い死に保険。草生える。後死ねば保険金獲得や。ドイヒ。冗談冗談。これは、お笑いなどのパフォーマンスによって笑うことが原因で死亡してしまった時の保険やな。まあ、ありえなくないのか、な。笑い死にって本当にあるのかな？どれどれ。事例は少ないが、本当にあるみたいやな。例えば、1975年3月24日、イングランド、ノーフォークのキングスリンに住んでいた、50歳のレンガ積み職人のアレックス・ミッチェルは、テレビ番組グーディーズのカンフー・ケイパーツのエピソードで、キルト姿のスコットランド人が、バグパイプを武器に、悪者のブラック・プディングと戦うところを見ていて、笑いながら死んでしまった。25分間にわたって笑い続けたミッチェルは、最後には、ソファの上でぐったりとなり、心不全で死亡した。彼の未亡人は、後に、この番組に手紙を送り、ミッチェル氏の人生の最後の瞬間を、これほど楽しいものにしたことへの感謝を伝えた。そんなに面白いのか。この説明でちょっと見てみたくなるな。幸せな死に方なのかな。遺族が、感謝の手紙まで送ってるからな。悪くないと思いたい。けど、喜劇が悲劇に変わるからな。なんとも言えん。というわけで、今回は、
3つの変わった保険を紹介したわけやけど、世界にはまだまだ変わった保険があるので、数回に分けてお届けする予定や。そこのあなたもチャンネル登録よろしく。すでにチャンネル登録してくださった方は、ほんま大きに。最後に、このチャンネルの動画を制作してるモスさんについてなんだけど、仕事が忙しかったり体調を崩したりで、なかなか動画上げられないんだって。だから、短めの動画でも、できるだけポンポン上げていく方向で、これから頑張っていきます。とのことや。まあというわけで、皆さんこれからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。